はい、皆さんこんばんは、宮城ですでございます。今日はですね、嬉しい報告あります。今日は、島根県大田市の方で、私が、県議さんにご相談お願いして、要望出しておりました、島根県大田市役所の前、国道375号ね、大田市役所の前、交差点の白線が消えかかっているっていうか、まあ、ほとんど消えてたんですけども、その修理をお願いいたしました。線引きをね、してくださいというお願いをさせていただきましたけども、最初の回答ではですね、雪が降らなくなってから、雪が溶けて、雪が降らなくなってから、補修の方にね、入りますという、お答え、返答をいただいておりました。返答いただいてまして、私も、そういうことは、3月20日前後、お彼岸の過ぎた頃に、修理なのかなと思っておりましたら、今晩ですね、前を通りますところ、きれいにね、白線の方、修理、ね、機能修されてました。本当にありがとうございます。ね、当初予定も早くね、修繕していただいたということで、本当にありがとうございます。ね。最初に相談させていただいた議員様、ね、大田市担当、選手との議員様、ね、本当にありがとうございます。そして、県土木事務所の皆様、ね、そして、何よりも、行政の皆様、ね、先に、ね、線を引く団員の業者の皆様、本当に誠に誠にありがとうございました。あれでね、これでね、答弁はね、安心して、ラインもね、見えますので、くっきり見えますので、事故もなくね、交通をね、できると思います。で、夜もくっきりね、発生見えました。8時前かな、通らせてもらいました。ね。くっきりと、昨日まではね、まだなかったんですけど、多分今日されたんだと思います。昨日までは発見がなかった、ね、消えておりましたけども、今晩、通りましたところ、両側ね、きれいに発見が引き直されておりました。誠にありがとうございます。ね、熱く御礼を申し上げます。本当に誠にありがとうございました。ね、議員の皆様、お二人の議員様、そして、県央県土木の、大田事業所の皆様、ね、予算をね、出していただいて、予定よりも早く、ね、修理修繕していただきまして、誠にありがとうございます。ね、よろしく、今後ともね、よろしくお願いいたします。ね、大変に熱く御礼を申し上げます。またね、明日、現地の方もね、動画を撮らせていただきまして、現地の報告もさせていただきます。誠にありがとうございます。ね、よろしくお願いいたします。以上、宮城雄二からの報告でございました。ね、嬉しい報告、ね、ありがとうございます。ね、誠にありがとうございます。殺菌を対応していただきまして、誠にありがとうございます。すごく綺麗になっておりました。ありがとうございました。以上ね、宮城雄二からの今日は、嬉しい、報告でございました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。